はい、ちょっとあのさっきの1個前の,あの動画の続きの続きっていうかまあ一瞬の付け足しなんですけどこれ絶対言おうと思ったのに忘れてたんですよはいで何かっていうとあのツイッターあるじゃないですかでツイッターって、まあ、自由な表現の場だと思いきやあれって結局いっぱいツイートしないとフォロワー下がっていくんですよフォロワーとかあのインプレッションが下がっていくんですよねこれ何でかっていうと いっぱいツイートしてくれた人の方がツイッター社にとってはあのやっぱりアクティブユーザーでめちゃくちゃいいユーザーなわけですよいっぱい使ってくれてる人だからそういう人たちは使えば使うほどおすすめに出してあげようとかそういうことをして、まあ、もっとあのモチベーションを高めてあげようとするんですよねでも逆にあんまりツイートしない1日1個とかだったらもうそれだけでと,とか 一何もツイートしない日があるとかその現状維持をしてるだけでもうツイッター側はあこいつアクティブじゃなくなってきてるなっていうのでおすすめにも出さないしインプレッションを下げてくるんですよねあえて他の人に見せないようなあのシステムにしていくんですよねでそうやってどん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 この死んだアカウントってい,うのが増えていくんですよねで、まあ、何が言いたいいたかってうううとあの、まあ、こういうふうに 世の中の表現っていうのは全てマーケティングによよ。ってて操作されいるんですよ、はい、だから結局その企業にとってとかまあ経済的に有効な人が評価されるとかまあインプレッションが多くなる知名度が高くなるそういう社会なんですよねだからこそそこに対するアンチテーゼという意味もさっきの動画には込めました、はい、概要欄に載せているのでね是非チェックしてみてくださいじゃあバーイ